旅作家として世界を回って本を書いたり映画を作ったりしてます。初めてインドに行った時の衝撃はもう半端なかったですね。川の真横に火葬場があって、死体をこうバーって置いて、でその光景を全部こう見れるんですよね。その瞬間こうパチッとこうなんか頭のネジが外れではないですけど閉まったというか、逆にあもうどうせ死んじゃうんだったら自分が生きている間好きなことやっていこう、僕は人生を変えてもらったインドに恩返しをしたいなと思ってて、ボランティアとか実はずっとやってたんですけど、なかなか微力だと。福田さんはやっぱり素敵な人たちのつながりもあるだろうし、お金ももしかしたらあるだろうし、一緒になれれば僕の夢もどん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 こう協力し合って大きくできていけんじゃないのかなって思ってます。僕一番負けないなって思うところは多分情熱とか熱量だと思うんですよ。僕一応作家でもあるんで、熱いメッセージを込めた自分のポエムじゃないんですけど、そういう言葉をこういろんなタイミングでプレゼントできたらいいかなって思います。熱量が僕上がったら結構シャドウしちゃうんですよ。いきなりみんな結構真面目な話してる時に、もしかして後ろでなんかいきなりこうブラーみたいな感じでシャドウしてるかもしれないです。僕の中ではその感情をこうグワーって上がってるんでこう発散させてるんですけど、もしかしたら旗から見たらストレンジなやつかなと思われるかもしれないですね。正直今の僕ではすごい最適な男って言えるか分からないです。でも絶対結婚するぞ。